社会党は、オランダの社会主義政党。現在、第2院に14議席を有する。第3次マルクルって政権には、野党の立場を取る。欧州統一左派、北方緑の左派同盟に加盟しているが、欧州左翼党には、不参加。1971年10月22日、オランダ共産党というマオイスト政党として設立。決闘当初は、 中国共産党との関係が深かったが、翌年には社会党と解明。この間階級闘争の主体を知識人及び学生とするかプロレタリアートに据えるかで白熱した議論が行われ、後者の方針が取られることとなった。強力な地方組織に裏付けられた地域政党としてネットワークを構築すべく、自前の開業医のオフィスを構え市民相談を行った。ほか、 独立系の労働組合や環境保護団体をはじめ等の前衛組織も多数生まれた。この結果、オスや北ブラバント州などの自治体で地盤を築くことに成功した。人民とりわけ労働者階級に密接した政策を展開することが多く、時には出版物が物議を醸すこともあった。1980年代に出したブックレット外国人労働者と資本は、 外国人労働者の受け入れをプロレタリアートの階級意識を沈める資本化の策略であると述べ公然と非難したものであった。プロレタリアート同士の内部分裂を防ぐ唯一の解決策として外国人労働者の同化や帰国促進を掲げており、これには社会党を左の中央党と呼ぶ地方議員が出たほどである。しかしながら地方議会に進出するにつれ恩恵化。 1977年以降、第2位への進出を試みてきたが、同年を含め1981年、1982年、1986年、及び1989年の各総選挙でいずも敗北。1991年には、マルクスレーニン主義を公式に放棄した。社会党員による、でも1994年、党としては初めて2名の議員が当選。 1990年代はこれまで社会民主主義を掲げてきた労働党の路線変更により社会党やフルンリンクスが支持者の受け皿となった。1998年には連立政権での野党としての能力を国民から買われ選挙で5議席を獲得したほか、翌年の欧州議会選挙でも当選者を出した。2002年、翌年の核。 第二院選挙では旧議席を得て議席がほぼ倍増。2003年の第二院選挙については事前の世論調査にて24議席を獲得するとの予測も出たれたことから選挙での対象を見越した社会党支持者が労働党へ戦略投票したものとみられる。2004年の欧州議会選挙では2名が当選。2005年の欧州憲法条約批准の是非を問う。 国民投票に際しては、批准に反対する数少ない政党となった。2006年の地方選挙では議席を倍以上伸ばすなど、大検討。自治体へ多くの候補を擁立したほか、国政では、第2次、バルケネンで政権下で、福祉予算の削減が行われたことに対して、国民が反発したことなどが、議席増大につながった。また少数派による、第3次、 バルケネンで政権下で行われた同年の第二院選挙では3倍近く議席を伸ばし25議席を得て議会第3党へ躍進した。議会でも議席を伸ばしたにもかかわらず2006年から翌年にかけての内閣改造では与党入りがならなかった。2007年の地方選挙では前回を上回る54自治体で議席を得て全体では83自治体で議席を獲得した。 同選挙の結果、第一院では4議席から11議席へ倍増となった。民主社会主義を掲げる。マニフェストでは人間の尊厳や平等及び連帯に基づく社会、作りを掲げており、教育や治安及び医療への公的支出の増加を目指す。また、公共サービスの民営化には反対の立場で、グローバル化にも批判的である。50。 零零名以上の党員がおり、特に党員数で国内第3党となった1994年以降、大きく伸びている。党最大の意思決定機関は、全地方支部長及び党委員会の委員らで構成する投票議会である。国政や欧州議会選挙の候補者を決めるほか、党方針についての最終決定権を有する。なお、党に対してはヒエラルキーに基づく。 硬直的な組織体制が、たびたび批判を受けている。決闘以来野党を貫いており、フルンリンクスとは共闘関係にある。これまで中道左派の労働党と疎遠であったものの、2002年以降は、ウハロ戦を打ち出すバルケネンで政権に対し、共闘に向け関係改善に動き出している。議会外での抗議活動が盛んで、党員の多くは、地方の外戦活動団体に所属し、 活動を行っている。また、党内には2つのトロツキストグループが存在していたが、2009年2月までに、所属党員が除名処分となるか、活動が党により禁じられた。オランダ総選挙与党の福祉削減に審判、政治の変化期待国民の願いを反映鍵へ、アール・デ・ソシャリソン、オクター・デ・シャーマン、バンデ・スピー・メッツ・アンド・シルト・アムステルダム。ありがとうございます。